はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でバージョン 21H1 からバージョン 21H2 へ手動でアップデートを行う手順についてご紹介していきます。新しいバージョンへアップデートをする手順としては3つの方法がありまして、まず1つ目にこの Windows アップデートを経由して大型アップデートを行う方法となります。こちらが一番正常なやり方となってまして、なおかつエラーなども発生しにくい、一番失敗しにくいやり方となります。なのでこれからですね、これ以外の手動で行う方法を2つ紹介するんですが、基本的にはこの Windows アップデートで更新することをお勧めします。Windows アップデートの画面において Windows 11へのアップグレードの準備ができましたのこちらの画面が表示されてしまっている場合は、一度この画面の今は Windows 10の使用を継続しますの文字をクリックしていただいた上で、もう一度この更新プログラムを確認していただいて 21H2 のバージョンへアップデートできるかどうかを確認してみてください。それでもまだ Windows アップデートの画面において 21H2 のダウンロードやインストールが出てこない場合、表示されない場合に関しては手動で 21H2 に上げられることができるんですが、やり方は2通りありまして、更新アシスタントを使う方法とメディアクリエーションツールを使う方法の2つとなります。また新しいバージョンへアップデートする際の注意点ですが、どの方法を使う場合でも共通となるんですけれども、アップデートを行う際にはパソコンに接続されている必要のない機器をすべて外しておいてください。 Windows のアップデートを行うときに必要なものとしては、基本的にキーボードとマウスがあれば問題ありません。それ以外の例えばプリンターなどの接続は不必要となりますので、そういったものを接続した状態でアップデートを行うと、それが原因でアップデートの失敗になりかねませんので、必要のない機器は外しておいた状態でアップデートを行ってください。またアップデートは 100% 確実に成功するとは限りませんので、万が一のことを考えて事前に大事なファイルなどはバックアップを取っておいた状態でアップデートの方を続けていってください。まず1つ目に更新アシスタントを使った手動でアップデートを行う手順について説明していきます。まずブラウザを何でもいいので起動します。そして検索ボックスで Windows 10と検索します。そして検索結果に Windows 10のディスクイメージのダウンロード、だいたいですね一番上に出てくると思いますので、こちらを開きます。これで Windows 10のダウンロードの画面が開かれまして、この項目下の方に Windows 10 November 2021 アップデートという項目があります。そしてこの項目の下に今すぐアップデートのボタンがありますので、こちらをクリックします。クリックすると Windows 更新アシスタントがダウンロードされます。そしてこのダウンロードした更新アシスタントを実行していきます。この時ユーザーアカウント制御が表示された場合ははいの方をクリックします。プログラムを実行すると Windows 10更新アシスタントが開かれます。そしてこちらを使って最新バージョンへ手動で更新を行うことができまして、今現在のバージョンがこちらに表記があります。この PC ではバージョン 21H1 が実行されてますと書かれています。そして最新バージョンは 21H2 ですと表記があります。すでにバージョン更新の準備ができている場合は、このまますぐにバージョンを更新することができます。もうすぐに更新してもいいという場合は、この画面右下の今すぐ更新のボタンをクリックします。そして互換性のチェックが入りまして、問題なければこのままダウンロードが自動的に開始されます。そして次の画面でダウンロード中と出まして、プログラムのダウンロードが開始されます。ダウンロード完了後そのままアップデートまで行くので、あとはこの更新アシスタントに従って更新の方を行ってください。次に2つ目の手動でアップデートを行う手順ですが、こちらではメディアクリエーションツールを使ったアップデートの手順となります。またこの手順を使ってアップデートを行う際の注意点としては、先ほど説明した更新アシスタントを使った更新の時間よりもかなり長く時間がかかってしまいます。更新の処理に半日ぐらいかかることがあります。なのでこの方法を使ってアップデートする場合には十分時間を確保して行ってください。このメディアクリエーションツールを使ってアップデートを行う場合に関しても、先ほどと同様にこの Windows 10のダウンロードのページまで開きます。ブラウザを起動していただいて Windows 10と検索します。そしてこの Windows 10のディスクイメージのダウンロードの項目をクリックして、こちらのページを開きます。
Windows 10のダウンロードページ開いたら、先ほどはこの今すぐアップデートの項目をクリックしたんですが、さらにその下にあるツールを今すぐダウンロードのボタンをクリックします。そうするとメディアクリエーションツールがダウンロードされまして、こちらを実行してバージョンの更新を行います。なのでこのプログラムをクリックして実行していきます。この時ユーザーアカウント制御が表示された場合ははいの方をクリックします。これで Windows 10セットアップの画面が出てきまして、最初にですね処理が始まりますので次の画面に切り替わるまでしばらく待ちます。そして次の画面では適用される通知とライセンス条項が表示されまして、この画面右下の同意するのボタンをクリックします。続いて実行する操作を選んでくださいと出まして、この PC を今すぐアップグレードすると別の PC のインストールメディアを作成するの2つが出てきます。今回はこのプログラムを実行しているパソコンにおいてバージョンの更新を行っていくので、この PC を今すぐアップグレードするの方にチェックを入れた状態で右下の次へをクリックします。そして次の画面で Windows 10をダウンロードしていますと出まして、ここから手動更新の処理が開始されます。そしてこの進行状況を確認して、あとはこのセットアップのガイドに従って処理の方を進めていきます。もう一度適用される通知とライセンス条項の画面になりますので、ここで右下の同意するのボタンをクリックします。次に更新プログラムのダウンロードやインストールに必要な作業の確認が行われます。この処理が終わるまでしばらく待ちます。そして全ての準備が完了するとインストール準備完了の画面になります。そしてここで確認すべき重要な項目があるんですが、選択された内容は次の通りですの2つ目のチェックの方ですね。個人用ファイルとアプリを引き継ぐに表示がなっているんですが、この表示になっていることを必ず確認してください。 21H2 にアップデートを行うにあたって個人用ファイルやアプリを引き継がない項目も設定されている場合があります。その場合にそのままですねインストールを押してしまうと、全て初期化されてしまった状態で更新が行われてしまうことがあります。なので必ずですねこの2つ目の項目、個人用ファイルとアプリを引き継ぐになっていることを確認してください。もしこちらになっていない場合は、この引き継ぐものを変更の文字の部分をクリックします。そして選択項目3つあるので、一番上の個人用ファイルとアプリを引き継ぐにチェックを入れてあげます。この一番上以外の項目ですと、アプリが削除されてしまったり保存されているファイルなど全て削除されて初期化されてしまう状態でアップデートが始まります。なのでこちらにチェックを入れて次をクリックします。もしこの個人用ファイルとアプリを引き継ぐにチェックを入れられない場合に関しては、この方法を使ったアップデートを行うことはできませんので中止してください。こちらにチェックを入れていることを確認したら右下の次をクリックします。そしてもう一度更新プログラムのダウンロードが再チェックされますのでしばらく待ちます。もう一度インストール準備完了の画面になりますので、ここで変更した内容であるこの2つ目ですね、個人用ファイルとアプリを引き継ぐになっていることを必ず確認してから、最後に右下のインストールのボタンを押します。こちらのボタンを押すとインストールが開始されます。あとは全ての処理が完了するまでしばらく待ちます。以上の2つ、更新アシスタントを使った方法とメディアクリエーションツールを使った方法で Windows 10のバージョンを手動で更新することができます。